改めまして、こんにちは、桜屋根です。いやー、ここ最近、寒いですね、やっぱり。なんでしょうね。なんかもう、家の外に出たくないです。布団からも出たくないです。なんかもう、本当に寒すぎて、あのー、学校に行くときに、もう、 本当に外に出るのが怖くって、冷えるのも怖くって、タイツ2枚重ねにして投稿してるんですけど、なんか、結構昼頃から暖かくなってきたりとかもして、あの、やっぱり朝、あの、家を出るのが8時前なので、なんかこう、あの、まだ寒い空気がずっと外を流れてる感じなので、 こう、怯えてタイツ2枚履いていくんですけど、学校について何時間か授業を受けてると、だんだんこう、ジメジメしてくるんですよね。タイツやっぱり無理るんですよ。で、しかも2枚重ねにしてるので、もうなんか、すごい、暑くって、でも脱ぐわけにいかないし、このなんかこう、気温の差っていうのがなんかこう、辛いなって思いながら過ごしてます。なんかもうでもやっぱり、 自転車とかも、あの、駅まで自転車を使ったりとかする日があるんですけど、あのー、風を真っ向から受けるので、まず、私の場合は、あの、マフラーにこう、顔を埋めて、あれして、で、マスクをして、で、なんか、それでも、 こうビューって風が吹くので、やっぱり速度を出せば出すほど風が吹くので、なんかこうマスクがだんだん下に落ちてきて、寒いんですよね。もうちょっとなんか、どうにかならないんですかね。さて、話は変わりますが、メリー、夢食いメリー、庭の方、見ていただけましたでしょうか で、ここでですね、メリーに関するメールをいただきましたので、紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます、毎回。えっとですね、前線ネーム、ほうほう。<laughs> ほうほうほう。こういうの嬉しいです。すごく嬉しいです。なんかもう勝手に色々書いてきてください、ぜひ。 えっとですね、前線ネーム、食い逃げさんからいただきました。ありがとうございます。あ、食い逃げの食いが夢食いの食いだ。すごいすごい。えっとですね、あやねさん、こんにち、桜前線 <laughs> こんにち、桜前線夢食いメリー見ました。メリーさんかわいい。おへそアクションすごい おへそ可愛いあやねさんの声も可愛くて、とてもぴったりで、すごく楽しいアニメでした。毎週楽しみに見ますということでありがとうございますおへそアニメおへそアニメですよ今までにないジャンルです。多分。そうなんですよね。なんか、こう、あのー、あと、プロデューサーの松倉さんがおっしゃるにはですね、 おへそアニメであり骨盤アニメであると。えっとですね。アニメ誌を、あの、見ておりましたらですね。切り札は骨盤って書いてまし<笑><笑>まあ、すごいですよね、なんか。すごく個性的で、なんか。で、確かに、こう、見直してみると、絶対にこう骨盤のところに、あの、影が入ってるんですよ。どんだけローライズなんだっていう。多分そこをアピールしたいんだと思うんですけど、 もう本当になんか腰の下とかもう本当に骨盤が見えるところでこうスカートが引っ掛か,かってるので骨盤が見えるんですよね。いやでもなんか可愛いなと思います。そういうところなんか見ていただいてもなんか魅力的な作品だなって。<laughs> 刺さる方には刺さるんじゃないかなって思いますね。はーい、ありがとうございます。 おへそアニメかなんかいいですね平和ですね <laughs> そんなことないんですけどねあとですね私「放浪息子」というえー、っとフジテレビの野板みな枠でやっているアニメにえー、長澤というクラスメイトの役であのー、こう出させていただいておりまして私この「放浪息子」の原作を このアニメにこう出ることが、えっと、決まる前から、こう、そのホーロムスの原作を持っていて、その連絡をもらった時になんかすごく嬉しいなって思ってました。あの、志村隆子先生が原作なんですけども、その方があの、書いてらっしゃる青い花という作品も私は合わせて持っておりまして、なんかすごく好きな作家さんだったので、なんかもう本当に出ることができて嬉しいなっても純粋になんか、 楽しんでアフレコにも参加させていただいていました。でですね、内容的にもなんかすごく、あのー、男の子になりたい女の子と女の子になりたい男の子の話なんですけど、あのー、それがこう、あのー、すごく丁寧に綺麗な世界観で描かれていて、 で、役者さんの方もですね、あのーこう、リアルな、えー、高校2年生の、私と同い年なんですけど、その方が、えー、高月義乃ちゃん、えー、男の子になりたい女の子ですね、の役で、瀬戸麻美さ,さんという私と同い年の方が、えー、と、出ていらっしゃいまして、で、えー、女の子になりたい男の子の、えー、方も、あの、ニトリ修一くんという役なんですけど、その子も、えー、現役中学生、 の、畠山光介くんという、もう本当に現場でなんか、私年取ったかなって思うぐらい、本当なんかこう新鮮な、すごいニューフェイスな、なんかもう見てて、本当癒される男の子で、もうなんか、本当すごい作品になったなって思いますね、本当に。なのでぜひこちらの方も見ていただければ嬉しいなと思います。本当に魅力的な作品になってます。